えー、じゃあです、ね、良いやらせ悪いやらせってのは何かっていうと、あのー、やらせと演出の差ってよく言うじゃんまあまあまあちょい真面目な話をするけどもやらせと演出の話っていうのをよくするんだけどもどの辺にね仕切りがあるのかねあのー、なんだろう例えば探偵ナイトスクープでも「あこの家違うんかなじゃあ入りますピンポーン」って言ってこう。 チャイムを押そうとしたらもう中からおっさんが出てきたりしたらすいませんちょっとリハ通りやってもらえますかというふうに田村健二が言うとかいうのあるじゃん。あれはなんか清々しいやらせがバレたシーンだよね。で、それを探偵ナイトスクープという番組はまるまるオンエアするじゃん。そうするとこれはやらせなのか演出なのかってすごい境界線上だよね。なんかおそらくそこで 何も考えないおじいちゃんが出てこなかったら、極物の田村健二がインターホンを押して、中からおじいちゃんが出てきてっていうことで、極物の段取りになったはずなんだ。で、この極物の段取りっていうのが、視聴者にバレてなかったら、これ実はやらせってことだよね。でも、 そこでなんかまずいシーンになった瞬間にもう現場にいる人間はこれ面白いからこのままオンエアしてまえってことになるわけだ。そうするとこれもう演出に見えちゃうわけだよね。ついこの間ね、あの知り合いから聞いた話なんだけども、密着取材を受けたと。あの結構売れてる人なんで、密着取材を受けたんだって。で、密着取材を受けて、すごいね、細かく、えーっと、なんだろう。 密着取材を受けてで、あなたの日常を撮りたいということでずっとカメラがついてくるわけだよね。で、ずっとカメラがついてきて密着取材を受けてんだけども、あのー、なんだろう。例えば、これ結構ちゃんとした番組の話なんだよ。ちゃんとした番組なんだけども、日常生活を撮って密着取材なんだから、取材だったら取材でもいいんだけども、これが私の机ですとか、これが私の作業場ですとか、あこれが私の車ですっていうのを、 なんかね、リハやって <laughs>、で、おまけに歩く歩数まで指示されるんだって、2>, <laughs> 2歩歩いて引き出しを開けてくださいとか <laughs>、ここで3歩歩いて、右側を向いて、腰だけで右側を向いて、で、こういうふうに言ってくださいというふうに、セリフも何もかも指示されるんだって。で、これやらせなのかなと思って、で、その人はちょっとこだわり強い人でさ、サッカー肌の人なんで、前々から、あの、やらせとかすごい嫌いだっていうふうに言ってたんだよ。ところが、その、 番組の同行しているディレクターがすっごい仕事できるやつなんだってでもうすごいちゃっちゃとめちゃくちゃねなんかこう偉い先生なのに仕切りまくって「あ先生それあのすみませんやり直します」とか「リテイクです」って言って「もう一回お願いします」とかバンバン言うからなんか普だだったら密着取材だったらさ逆にやらせっぽくないためにすごい自然に やるからこそスタッフに気を使って、あ、今の撮れたかなみたいなことを考えなきゃいけないんだけども、そのディレクターがあまりに綺麗に仕切ってくれるもんだから、もう丸々それに乗っかって、こう、普段絶対しないような、えー、っと、見せて笑顔とか、これが私の、えー、書いた本ですとかいうのをパッと見せるというのも、も本当に手が、そのディレクターが一対一でピタッと止まって、そこから微動だにしないとか、<laughs> 普通絶対日常生活でありえないような動き、山 <laughs> ほどして、で、 ちゃんと結局 VTR は無事撮れたと。で、いや、岡田くん、あの、やらせにもいいやらせと悪いやらせはあるよって話になって、<laughs> いいやらせって何ですかって、うん、それはね、出てる側が気持ちよく撮れ,取れ、取ってもらえるやらせだって、我々出る側にとっては。で、もちろん視聴者から見たら、やらせなのか演出なのか、よくわかんないようなものは、なんだろうな、メディアリテラシー的に考えて全て悪いというふうに言えるんだけども、どっちも素人なわけだよ。 ね、あの物書きの先生とかさ、まあ、あのタレントさんじゃない限りそういうの本職じゃない限りさ密着取材とかされたスポーツ選手の人しも何にしてもみんなテレビに出て喋ったりこう日常の動きを見せるということに関しては素人なわけなんだから誰かが仕切ってこう動いてくれって言った方が動きやすいし実はその方が素に近い場合もあるんだ。 何も指示されずにカメラ回されて日常そのままっていうので半年とか1年の密着取材だったらともかくさ2週間とか3週間程度の密着取材だったらさなんかそっちの方がまともな絵が撮れないんだよねだからなんかねあの良いやらせ悪いやらせっていうふうに今回書いたのは俺これ,これまではそういう。 やつも含めて、やらせ演出に関しては割と嫌いな立場だったんだけどもその岡田君やらせにはいいやらせと悪いやらせがあるよっていうふうに <laughs> 言われたのでなんかねでおまけにそのディレクターが良かったというのも話に出たんだよつまり。 ディレクターを含めて、その番組の音声さんとかカメラさんとかさ、みんなテキパキテキパキと動いて、例えば書斎みたいな狭いところだったら、カメラ位置とかさ、なんか密着取材だったら、なんだろうな、変にドタバタするのを、そのやらせ取材の場合は、カメラ位置ここ、照明ここ、先生こっちから入ってくる、振り返るっていうふうに、完璧に段取り決めてるもんだからさ、もう一発で終わるんだって。<laughs> 気持ちいいぐらい終わるんだって。で そういうふうにやってみるとなんか早く取れるし誰にも迷惑かからないしまあもう一回言うけどやらせはやらせなんだよこれ完全にやらせはやらせなんだけどもなんだろうねあの食品添加剤っていうのを使ってない無添加というのを歌うあまり粗悪な 商品を食わされるよりは安全ののの範囲内で添加物がが入っているものの方がマシだと。じゃあそうなるとじゃあ無添加なのを売りにしてるのにとか添加物あること自体がという人のためにテレビでそのやらせっていうふうなものがあるのかないのかっていう話じゃなくてもうちょっと良いやらせと悪いやらせとあった方がいいのかなって思ったんだけどさでもよくよく聞いてみるとその先生の話はほとんどいやでも すごいいいスタッフだったからとかいやそのディレクターがさすごいやり手でさっていうふうにスタッフこのスタッフだったからいいやらせだって話になってんだよ。でそれはね言ってみたらなんかセクハラ問題と同じでさなんかイケメンの課長が知り触ったらそれはセクハラじゃなくてなんか不細工なんかこうちびれもはげの部長が知り触ってきたらそれセクハラっていうのと同じでさ人によってセクハラかセクハラじゃないかっていうふうに分けられるのと同じようにそれはなんかスタッフの <laughs>。 人格というのかな人格というか人当たりによっていわゆるコミュ力ってやつコミュ力によっていいやらせと悪いやらせっていうふうに実はこの世界残酷だからさそういうふうになってんじゃないのかなというふうに思いました岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございますえー是非是非チャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく